皆さんこんにちは、モレノです。本日はエボリューションのおすすめ選手をご紹介していきます。今現行出ているエボリューション6つございます。最初に表示されるのがこの5つになりまして、この後このようこそを完了した後逆足が上がるストライカーのエボリューションが出てきます。今日ご紹介していくのはその逆足が上がるストライカー、そして容赦ないウィンガー、そしてでもう一つ最後に鉄壁のスピードセンターバックのご紹介をしていきます。でもちろん黄金の成長であったり、黄金の成長パート2っていうのも面白いんですが、こちら結構ブロンズ選手になってしまうので今日は割愛して、重点的に3つのエボリューションをご紹介していきたいなと思っております。で容赦のないウィンガーだけお金がかかります。5万コインもしくは1000フィファポイント、比較的高いですよね。5万コインってなると、ディアビみたいな結構トップクラスのウィンガーも買えるので、果たしてその価値もあるのかっていうところにもお話ししていけたらなと思ってます。でエボリューションですが、選ぶ基準を2つだけ先にお伝えします。まずやはりこれ好きな選手を選んでください。これが醍醐味だと思いますので、好きな選手を強くする、これが最大のメリットだと思います。でもう一つはここが一番チームを強くしていきたい方にとっては大事なポイントになるかなと思うのが、トレフカで強い選手に合わせる、それは非常に大事です。で僕自身例えばディバラの苦労を持っているので、そのディバラとケミストリーが合う選手、そういう風にチームに組み込んでいくとより低予算でいいチームができるので、この2番目のトレフカで強い選手と合う選手を探すっていうのが本当に重要になってきます。ではまず容赦のないウィンガーご紹介していきたいと思ってます。今日4人ご紹介いたします。まず1人は元セルティックのジョタですね。今年に関してはアルイテハドをポルトガルリーグではなくてサウジアラビアリーグに移籍しました。で、彼の魅力としましてはやはり能力値が非常に強いです。でなおかつ、テクニカルのプレースタイルをはじめとしたプレースタイルがかなり増える一方で、ペースも91ありますし、ハンターをつけることによってもかなりの高い精度になりますし、なんといってもドリブルスタッツ、アジリティ97、バランス94っていうのは異常に高いです。これらこの時期の選手として、でなおかつスキル5、逆足4、ハイローワークレートと本当にもう使いやすいカードで、今作にまさにドンピシャだなと思うカードで、このカードなら間違いなく5万出す価値あるだろうなと思う選手です。でやはりケミストリーですよね。地味にベンゼマであったりカンテといった選手とつながりますし、今後ファビーニョンみたいな選手も特殊っていうのは確実に来ますでしょうし、例年で言うとロマリーニョも強いです。でなんて言ってもクリスティアーノ・ロナウドとパーフェクトケミストリーですっていうことを考えると、パーフェクトではなくて2リンクですねと考えると、このジョタを5万コインで取っとくっていうのは僕は非常にお勧めしたいカードの一人です。で、続きましてはラスパドーリですね。セリエ A からラスパドーリを選びました。彼に関しましても逆足5をもともと持っている選手で、どこで使っていくかというとトップ下であったり、サイドでももちろんできますが、やはりトップ下ストライカーでの位置での起用になるのかなと思ってます。プレイスタイル、テクニカルを持っていて、なおかつリレントレス、容赦のないを持つことによって本当にもうストライカーとして、体は張ることはできないんですけど、ベン・エデルみたいな感じのストライカーになると思ってます。でフィニッシング95はあり、なおかつドリブルスタッツも非常に高い選手なので、相手にいてめちゃくちゃ厄介な選手だなと思います。ストライカー、トップ下、サイドキーをどこでも置けるっていうのもまた彼の魅力ですよね。このカード間違いなく5万出す価値あるかなと思ってます。で、続いてライアン・ケントですね。ケントに関してはFIFA をやっている方であれば間違いなくご存知の選手かなと思われますが、今年も能力は、ノーマルカードはそこまで強くないんですが、このリレントレスをつけることによって83、76から77を得て83まで持っていくことができます。彼も元から逆足5で、なんといっても彼はボディタイプが非常に優れてます。今年あまり言えボディタイプ
明記はしてないんですが、おそらくプレイスタイルがあるからそこまで明記はしてないと思うんですけど、間違いなく違います。で、彼の場合は本当にドリブルしやすいですし、まあなんといってもペースが94までいきますので、で、もともとドリブルのアジリティが99、冷静さは若干低いですが、まあそれこそデッドアイつけてウィンガーやらせてもいいですし、まあ本当にハンターつけてストライカーやらせるもありだと思います。で、フィニッシャーつけて、まあフィニッシングを12上げるのでもいいですし、もう本当にいいカードなんだ、いいカードになるでしょうね。で、なおかつ、まあトルコリーグに関しては今ちょうど旬のリーグかなと思っていて、まあ、この目標群が出ているので、まあ、メルテンスであったりジェコみたいな選手も十分強いですし、今後もザハであったりフレッチ、トレイラと呼ばれる、まあ、FIFA 的には強いだろうと思われる選手がこのリーグ今年多いので、今年注目していきたいリーグなのかなと思います。で、続いてですね、オルガ・カルモナ、これは女性選手ですね。で、彼女はもともとサイドバックの選手です。で、なぜこの選手をご紹介するかというと、身長160センチと、ここが、まあ、懸念ではあります。僕自身まだ使ってないので、懸念ではあるんですが、サイドバックとして、この能力って非常に優秀なんですね。で、とにかくサイドバックって、運動量が大事です。で、その運動量が大事なポジションに、この容赦のないっていうプレイスタイルを持つことって本当に助かるんですよ。で、それこそまあアンカーをつけてあげることによってディフェンス80いきますし、なんといってもこのマドリーのケミストリーですよね。レアルマドリーの選手ってやっぱ高いので、特に男子選手、まあビニシウス、ロドリゴもそうですし、まあ、ここら辺でもベリンガムもそうですし、まあ、カマビンガ、チュアメニ、もういい選手揃って、まあ、この2人はもうコスパですけど、まあ、あとバルベルデとか、まあ、あとバックラインは本当に高いですね。で、サイドバック、正直左サイドバック、メンディしかいないよ、みたいな状態だと思うんですよ。ただ、まあ、これらの選手をたまたまトレフカで当ててしまったっていう方いらっしゃると思うんですね。これらの強い選手。ってなった時に、このカルモナっていうのは、本当にマドリーのケミストリー、そして非常に優秀だと思います。この選手が男子であと身長10センチあったら少なくとも5万で入手できるカードではないと思います。数十万はしてるのかなと。まあサイドバックなんで数十万ってことはないでしょうけど、でも十数万は間違いなくしてるのかなと思ってます。なので、まあこの4人を今日ご紹介していきたいです。あれ、アンスファティいないじゃんっていう話を気づきの方いらっしゃると思うんですけど、個人的にアンスファティは無理につく、めちゃくちゃ強いと思います。それは先にお伝えします。絶対に強い。この選手のボディタイプであってドリブルタイプを考えて、で、なおかつ、まあ、ラピッド、クイックステップを持っていて、このドリブルスタッツあるのでめちゃくちゃ強いです。絶対にめちゃくちゃ強いと断言はできますが、やはりまあ前線のポジション、このファティを右ウィングで使うならめちゃくちゃありだと思います。ただ、まあ前線のポジション実際蓋を開けてみると、まあジョタが1万3000コインであったり、まあフォーデンも1万コイン切ってますし、まあルイス・ディアス今週特殊出ながらもこの価格帯ですし、まああとはディアビですね。ディアビが5万2000コイン。まあ三笘もいますし、本当にプレミアリーグってこのポジション多いんですよ、選手が。という中、じゃあ無理にこのアンスファティに5万かけなくても、今トレフカで他の選手で代用していて、まあ将来的にゆくゆくもっと強い選手出たら変えるという選択肢もありなのかなと思うので、うん、大絶賛っていうわけにはこのアンスファティはないのかなっていうのが僕の見解です。もちろん絶対に強いと思いますけどね。っていうのが容赦ないウィンガー編でした。続いてストライカー編をご紹介していきます。もう聞き飽きたっていう方もいらっしゃるかなと思われますが、やはりベルナー、このカードはめちゃくちゃ強いです。本当に強い。フィニッシャーは僕自身つけてもう何十試合も使ってますが、ストライカーにて驚異的ですよ。やはり彼はもう特別な裏抜け能力を持っている選手なので、この94ペースもぶっちぎれますし、なおかつまあフィニッシング92、シュートパワー92いって、ドリブル97ありますので、もう本当にね、ラピッドクイックステップ持ちで逆足ごとも、このカードがほぼ無料で入るのはもうとにかく素晴らしい今作だなと思いました。まず一人ベルナーですね。で、プレミアリーグ結構ここはね、いい選手多くて、まあ一人は
この選手はねほっとけないかなと思ってジュリアン・アルバレスですね。まあケミストリー的にもアルゼンチン人でマンチェスターシティの選手で非常にケミストリーがいいんですけど、やはりまあ今作ドリブルがしやすい選手が強いんですよ。で、まあアルバレスに関してはこのカードでドリブル値86あって、このボディタイプですので、でなおかつ、まあ、逆はしごのシュート、このシュートスタッツってなるとトップ下とかに置いたらもう素晴らしく使いやすいと思います。でアルバレスです。で、この子もまあご紹介しないわけにはいかないですかね。逆足ゴーでは残念ながらないんですが、やはりもうトップクラスに足が速いということで今日はご紹介したいなと思ってます。それこそストライカーというポジションより左ウィング右ウィングの方が、まあ、個人的には合ってるのかなと思ってますが、まあ、それこそエンジンをつけてドリブルスタッツを上げて、まあ、少しドリブルがしづらい選手なんですが、今作ってめちゃくちゃヘディング強いんですよ。実はサイド起用の選手が逆サイドにクロスを入れて、そのサイド起用の選手に当ててゴールを決めるシーンって非常に多いんですね。で、まあこういう風にヌニエスみたいな187センチで、まあ、ジャンプ97もあるカードが相手のゴール前に突っ込まれると、やっぱりヘディングでのゴールっていうのを期待したくなるので、まあドリブルするっていうことに関しては彼に関しては長けてはないんですけど、サイド起用で探しているって方はヌニエスおすすめですね。でもう一人ドリブラーご紹介したいです。レオン・ベイリーです。まあベイリーに関しても、まあ、逆足4スキル4の選手にはなりますが、まあとにかくスピードが速い選手になります。プレミアリーグで、まあこのね容赦ないウィンガーでこのカードだったらおすすめはしないんですけど、やっぱ無料ですので、まあ無料でこのベイリーのこのスタッツのベイリーが手に入るっていうのは僕は魅力的だなと思い、まあ、紹介させていただきました。でここまで、まあ、3人プレミアリーグですね。まあちょっと番外編にはなりますが、伊藤純也とかもすごく面白いカードですね。伊藤純也の足がやっぱとにかく速いですし、スタッツも悪くないですし、でなおかつ逆足5位になるので、面白いですね。でまあ続いてフェラーですね。まあ彼に関しても、彼じゃなくてすみません、彼女ですねに関してもノーマルカードを使ってたんですよ。めちゃくちゃ速いです。このカード足めちゃくちゃ速いです。でなおかつ強化できて、レアルマドリーのフランス人ですからね、ケミ最高でしょ。メンディであったりチュアメニー、カマビンガ、ここら辺の選手とつながりますかね。まあエンジンつけてサイド爆速で走らせるっていうのもありですし、フィニッシャーつけて中央のポジションやらせる、でもフィニッシング95のドリブル98いきますから。でまあ身長女子選手にしては170センチかなり大きいので、全然ちっちゃいなと思わないので、もうぜひおすすめしたい一人です。でまあ、最後に一人ご紹介するとしたら、まあ、黒が出てますがタリスカの逆語とかも面白いなと思いました。やはりまあサウジリーグ今年本当に注目していかなきゃいけないリーグになったなと思っていて、まあ、ロナウド・マネが2人合わせて4万コインで買えるんですよ。4万コインで買えてタリスカ買えて、タリスカもこれ無料で来て5万コインでもう結構いいアタッカー陣できますよ。もちろんプタリスカのこのカードもあるんですが、やっぱりこの黒のカードとの違いは逆足後で、まあ、もう両方でパス出せるの でなおかつ、まあ、シュートスタッツ上げることによってもうシュート能力もトップクラスですし、ドリブル能力も非常にいいの でなんといっても彼目立つんですよ、身長大きいんで。ってことを考えると、まあ、ロナウドワントップ置いてそのちょっと後ろシャドウ的な位置にマネタリスカいたら相手からしたら非常に嫌でしょうね。で、まあ、今後もラポルテ、テレス、まあ、ブロゾビッチ、フォファナ、まあ、特にフォファナとかですね、期待できるカードもいますので、本当に目が離せないリーグだなと思います。という感じでストライカー編終えていきます。では最後センターバックのエボリューションについてお話ししていきます。このポジションに関してはもう最もケミストリーで選んでいいと思います。まあこれ例えばボヌッチが例に出てますけど、イタリア人でブンデスリーガで強い選手がいたらこのボヌッチを選ぶべきですし、まあちょっとペース遅すぎるかなというところはあるんですが、基本的にはケミストリーで選んでいいと思います。それだけそこまで全体的にクリアするとしたら差がないのかなと思っていて、クリア後ペース80だとトップメタのセンターバックにはならないのかなと思っていて、もちろんバランとかいい選手はいるんですけど、ペース80なくてもトップメタにはならないんじゃないかなっていうのが私の見解です。でその上ちょっとおすすめしたい面白い選手何人かいるのでご紹介していきます。
きます。まず一人は、これはあくまでスタッツ的な話ですけど、このエドガーっていう、まあ、ラリーガのスペイン人のセンターバック、非常に面白いですね。もともとレンシーの加速タイプ持ってますし、守備スタッツが90まで引くんですよ。でなおかつストレンスも89いって193センチあって、でスピードもアンカーつけることによって、まあ、86シャドウつけることによって90まで行くので、序盤のセンターバックとしては能力的にはかなり強いと思います、この選手。なので一人、まあ、ラリーが面白いですね。で、まあ、続いてキエリーニですね。まあ、リーグ的にはそんなにまだ注目しなくてもいいリーグかなと思っていて、まあ、今後メッシであったり、まあ、ジョルディ・アルバ、ブスケツっていうのは期待できるカードが出るでしょうが、まあ、このキエリーニエボリューションしても強いだろうなとは思ってます。やはりキエリーニって元からストレンスが非常に高いので、でなおかつ、まあ、ペースを上げることによって79までいきます。で、まあ、左利きで187センチで非常にボディタイプが優れている選手なので、序盤のセンターバックとしてはかなり安定感あると思います。むしろトップに近いぐらいいいんじゃないかなと思ってます。でもちろんプレースタイルもありますしね、キリーの場合ジョッキーブルーザーなど強いスタイル持ってます。で、もう一人スパーズから、まあ、ベン・デイビス面白いカードかなと思ってます。決して、まあ、強いプレースタイルは持っているわけではないんですけど、もともとサイドバックの選手ということもあって、ビルドアップ能力が非常に長けていて、それこそ3センターバックの左とかやらせてる、まあ、今現実でもそのポジションやってること多いんですが、面白いかなと思います。で割とスパーズが強い選手あんまりいなくて、ミッキー・ヴァンデヴェンはいるんですけど、まあ彼以外の選手で正直強いかなと思う選手っていないので、って考えると、まあソン・フンミンとかのケミストリーとしてもいいのかなと思いました。という感じで、まあセンターバック見ていきました。でまあ面白い選手はいるんですけど、ちょっとケミストリー的に悪いなと思ったのが、まあここら辺の選手ですね。もともとボランチの選手でもセンターバックのサブポジがあったらこれ使えるんですよ。この選手とかもともとケミストリー64なんですけど、このゴールデングローアップをやることによってペースが76までいくと3スタッツ80超えて、なおかつ190センチでってなると、まあかなりの存在感が中盤で発揮できるんじゃないかなと思っているものの、さすがにノルウェー人なので使えないかなと。まああとはレンジャーズのリンドストロムとか、彼結構頑張らなきゃいけないですけど、逆足を持っていて、なおかつペースが79いって、スタッツ的には非常に強いですし、まあ、シャドウつけてスタンディングタックル87までいくので、センターミットとしても強いですし、センターバックとしても強いですし、アンカーとしてもいいかなと思う、面白いカードですね。まあこういったカード今後も出てくるでしょうね、という感じです。ハルステンブルグとかもいいんですけど、2部落ちちゃいましたからね、割とマイナーリーグの方が強い選手はこのポジション揃ってるかなと思いました。で、まあ無理にやんなくてもこのエボリューションはいいんじゃないかなと思います。どちらかというと前半2つにご紹介した方がいいエボリューション揃ってますので、ぜひ皆さんやってみてください。見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。ではまた。